地元してるのにライト救助まで行ってるようなクラスだったら別に精度が高いライトマンだったら別にいい。仕事しねえ、発電機触んねえ、あの EG クラスのドクターだったんだね。普通にやれば勝てるぐらいのドクターが、お、落とす羽目なんだ。やれば勝て、負けてる方がおかしいくらい。大事なんだよ、ルインが一番好きだから。
おい、なんだよこの配信者よ、なんだよこの配信者よ、なんだよこの配信者よ、なんでこの配信者、なんだよこんなのしかいないんだけど、驚くわ。ルインやればまだ戦えただろうよ。どこにいんだよ、残り2台でルイン壊したんだから。俺が正しい判断したじゃん。どこにいるの？マジで俺ギョッとすんだけど。正しい判断で、発電機かいくぐってやったのに、すぐもがいてやめようとした。どこにいんの？嬉しいな。俺も勝てるゲームだと思うよ。どうせ何もできないんでしょ。それで自分が上手なとでも生きてんでしょ。上手なやつじゃねえだろうよ、もう。何もで知ってるやつ。どこ上手なの？どうしよう。あ、おじ。ヒートの位置。あ、そうか。何してんだよ。結局私がチェイスしてる間の時間しか稼げてないんだって。ただレモンは向かすけど、この二人は別に頑張ってるから。レモンは向かす。
これで回る。無駄なことを計算してくれた。これで、これで回る。これで回る。これのスーパーファインプレイ。くだらないことでも捕まることが大事だっていう。本当にレオンなんかね、あの、勝たしたくないけど、他の二人。マンジ頑張れ。ケイト、気をつけること。次の準備。大丈夫。キャンパーだから。もう性質が。キャンパーだからすぐ入る。もうゲート。レオンは嫌いだけど、この二人は別に嫌いじゃないから。キャンパーだからしつこいやつだ。ここはしつこくしつこく調べてるやつだ。キャンパーだからゲート開けなかったらどうやってやんだよ、俺どうやってやんだよ。キャンプ相手にどう抜けんだか説明しろよ。ぽいじゃん、こいつ。美しい。ご飯食べます。本当今日全体的に野良がまずくてマッチングがうまくなって、前のドクターね、レオンのやつがね、発電機回さない、かぶしゃける、負傷状態でもライトスピードして失敗するやつで、そのせいでね、発電機自体回さなくて負ける。こいつもね、まあ、配信してんのか知んないんだけどさ、あの場面で俺トーテム壊してるって最高じゃねえかよ。発電機触っててルインがあること分かってんじゃん。三角マーク消えてねえじゃん。あ、ルイン壊してるな。戦えるじゃん。完全に。あ、ルイン壊せないと戦えないじゃん。ルイン壊したから戦え。ええんじゃん。それなのに、すぐもがいてるやつ。ほんとひどいなって。どうしてもいないな。むしろミカエラがトーテム壊してんだ。うんうん。あ、これ戦えるって思う。で、引きつけて4台目回させるために頑張ってシェイズする。おう、普通思うけど、やったこと残り2台でも。信じらんないと思う。まあ、他の2人が優秀だったからよかったね。でもやっぱり、あの役者ヒロちゃんがもう4台目と5台目回させたっていう。配信者だったら俺みたいなプレイやってくんね。なんでチキって逃げてんの？トーテム壊してるやつがいる。うんうん、これ戦える。4代目の頑張って回させようか。まともな神経だけど。俺のエリアはないことが分かってたから、4代目はワープゾーン使ってダラダラやる。ワープゾーンを当てにしながら、時間稼いだの。4代目、俺のエリアはね、ないんだ。あるかもしんないけど、逆なんだ。だから時間稼いで4代目、5代目を支配された。どうかは知らんか。よかったんじゃない？このメール助かったよ。俺が捕まる時間も計算して、3人で勝ったゲームだね。うん。はい。